前回のあらすじ、クーデター計画の助力を持ちかけられた霊夢たちは、その日の夜、かつての戦争の夢を見たことで、クーデター阻止を決意、旧陸軍大佐、辻正信を仲介に立て、小玉一派の合法的政権奪取に協力することで、その計画を未然に防ぐことに成功。約束を果たすため、朝鮮戦争の混乱を利用し、保守強硬派に賛同する勢力拡大に尽力する。そして日本戦後の転換点となりうる選挙の日が、訪れるのであった。朝のニュースをお伝えします。昨日行われました第25回衆議院議員総選挙の開票結果をお伝えします。定数466議席を争った今回の選挙ですが、改進党が大躍進を果たし、単独過半数には至らなかったものの、前回議席数の3倍近い180議席を獲得。抜き打ちとも言える突然の解散で必勝を期した吉田自由党は、前回議席の半減に近い150議席に大幅減となり、第2党に転落いたしました。ワンマンな政権運営による不評の声は選挙前からくすぶっていたものの、下馬評では勝利確実と思われていた吉田自由党ですが、その対米追従、併合路線は保守派の一部から強い批判を受けており、その主張に対し賛同する国民が予想以上に大きかったことが敗因と思われます。次のニュースです。先日公布されました破壊活動防止法及び公安調査庁設置法が。失礼します。おお、待っていたよ。この度は総理就任おめでとうございます。おめでとうございます。我が党が第一党になれたのも、君たちの尽力のおかげだ。ミズーリの甲板で降伏文書に調印した時のことを思うと、今ここにこうしているのが不思議で仕方ないよ。さて、早速政権運営の話だが、我々はあの敗戦、そして降伏を、不名誉の終着点ではなく、再生の出発点としたい。鳩山さんをはじめとした公職追放者も政界に戻ってきた。しかし、未だ戦犯として巣鴨に拘留されている同胞も多い。まずは彼らの釈放を進めていこうと思う。加えて服部君などの旧帝国軍人の社会復権も果たしていきたい。が、残念ながら我が党は単独で過半数を取っておらん。どうしたものか。吉田前首相は政党人ではないので党内の基盤は脆弱です。故に吉田学校と称して官僚から人材を登用し優遇することで、党内や政権の基盤を維持しておりました。しかし、そのせいで旧来の自由党員の不満は爆発寸前となっており、その状況に加え、今回の選挙で大敗し求心力は大きく低下。さらに反吉田派の旗頭たる鳩山先生も政界復帰、辻大佐も無事当選されております。彼らの存在は自由党に打ち込まれた鎖同然です。その鎖を契機に自由党を切り崩すということか。おっしゃる通りです。お二人とも、旧小玉機関小玉先生の援助を受けており、先生を通じて切り崩し工作に動いてもらうことに問題はありません。ですが、小玉先生の存在はあくまで裏の方です。総理が直接接触されるのはあまり好ましくありませんので、我々にお任せください。自由党内の吉田派以外の実力者について、思想、議員同士の関係性などについてはすでに調査済みです。我々と良好な関係性を築くことができそうなのは、大野万木先生、岸信介先生かと思われます。また、今回の選挙で共産党の壊滅に成功しましたが、明大事件、吹田事件、大須事件に見られますように、武力組織としての力は依然有しております。彼らを貢献力を行使せず排除すべく赤尾先生とも接触をします。今回の選挙では落選されましたが、反共遊撃隊として、活動していただく分にはかえって好都合かと。わかった。君たちに全て任せよう。ありがとうございます。まずは円滑な政権運営のために表面上は、自由党との連立を行い、中長期的に吉田派を可能な限り排除した形で、自由党との合流を目指してまいります。それでは失礼いたします。失礼いたします。というわけで、改進党が第25回衆議院議員選挙に勝利、重光守党首が総理に就任したよ。この頃になると国内の重工業も、生産効率が重視され始め、アメリカの生産管理方式や、経営システムを下敷きとしつつ、日本流にアレンジされた経営システムが誕生。さらに最新の工業技術を西側諸国から積極的に導入。全工程を流れ作業で行う近代的製鉄所も完成。これにより生産量、効率ともに、大幅な向上を見せる。軍事用の鉄板は分厚いものが主流であったが、自家用車や電化製品などに用いられる、薄い鉄板の生成を可能とするため、新たな機械も積極的に導入。飛躍的な技術進化は、マイカー時代、電化時代の、幕開けを期待させるのであった。講和条約を経て、諸外国が技術供与してくれたので、早速軍事転用していくよ。技術的劣勢を挽回するために、少しでも研究速度に加速がつく企業を投用。陸は歩兵装備、飛行部隊、空は軽戦闘機、海はバランスよく研究開発を行っていくよ。仮想敵はどうする？ひとまずソ連と中国かな。あと、朝鮮戦争がどう蹴りつくかまだわかんないけど。
半島の二国も危険だね。その頃、アメリカでも選挙が行われる。ソ連を中心とした東側諸国の脅威に対抗できる強いリーダーが求められていた。アメリカ国民は第二次大戦の英雄の一人であるドワイト・D・アイゼンハワーを大統領に選ぶ。パットン・ヤモント・ゴメリーといった歴戦の勇士たちを取りまとめる調整能力は国内外から高く評価されている。そのアイゼンハワーを支える国務長官に生粋の反共主義者、そして日米安全保障条約の生みの親とも言えるジョン・フォスター・ダレスが就任。アメリカは水爆実験成功を背景に東側諸国との軍事的な対決姿勢を鮮明にしていく。ダレスの東側諸国への挑発的とも言える発言は朝鮮戦争最中の国際情勢にさらなる緊張感と米ソ開戦の恐怖を植え付けていくのであった。アイゼンハワーが大統領に就任か。ダレス国務長官だけでなく共和党右派の動きも気になるな。まあこの間に我が国は再軍備と茂光首相の目指す帝国軍人の名誉回復権を進めていこう。この夫人ならアメリカから変な横やりが入ることも考えにくいしね。あとはアメリカの支配的な影響力からの脱却だな。アイゼンハワー政権がいつまで続くか、それまでに我々がどれだけのことをなせるか、しばらく忙しくなりそうだな。マリサはどこ行った？本日はまだお見えになっていないようです。二日酔いかな。おはよう。おはようってもう昼だよ。外務省行くついでに国会の床屋に行こうとしたんだが、宮殿日で休みだったの忘れてた。ちょうど各方面から電力不足に関する陳情に目を通してるんだけど、北海道と九州の建造中の発電所じゃ賄えなさそうだ。工業生産が上がってきたのはいいけど、その分電力消費も右肩上がりだしな。今は輪番停電でしのいでいるが、いつまでもこのままじゃまずいな。生産にも影響が出始めてるんだよね。当面の電力確保の方法として山田風車の実用化と、電力安定供給の切り札となりうる、ある方法の、基礎理論提供についてシカゴ大学のフェルミ教授、軍事転用についてハイマン・リッコーバー少将の、協力を得られないか打診して、良い返事はもらってはいるのだけど、もう少し先の話になりそうだよ。リッコーバー少将、マンハッタン計画の中心人物の一人だな。中身がなんとなく想像がつくが、国民の支持を得られるか。はい、霊夢です。なんだよ、霊夢か。どうしたの？スターリンが死んだよ。昭和28年3月1日、フルシチョフらとの夕食を終えたスターリンは、寝室にて脳卒中の発作で倒れる。発作は右半身を麻痺させ、昏睡状態が続き、一時は意識を回復するも、4日後の3月5日に死去。政敵を倒し後継者となったのは、ニキータ・フルシチョフであった。フルシチョフはスターリン体制からの脱却を目指し、東西対立の融和を目指す。スターリンの死去は共産陣営だけでなく、日本にも経済的な影響を与える。これは東西融和を図るフルシチョフ路線により、朝鮮特需の終結が懸念されたことが原因であった。仮想敵のトップの死去が我が国の経済に影響するとはな。軍需関連株を中心に株価が大幅下落している。死去の報道があった3月5日の日経平均が、前日比37円80銭安、下落率 10% の344円41銭で取引が終了。これは早々に手を打たないと、かなりの不況が訪れるね。今回の暴落の影響で特需と並行して発生していた株投資のブームも沈静化してしまったな。特需以外の成長路線を確立しないとね。建造中の発電所は稼働までまだ時間がかかりそう。電力問題に、経済問題、内政の課題が山積みだな。マリサ、半島の情勢はどう？そうだな、北朝鮮及び中国の最大の後ろ盾たるソ連が、フルシチョフ政権に変わったことでだいぶ融和路線に向かってるな。戦線も38度線で膠着状態だし、元の国境線維持で、停戦になる可能性が濃厚だな。となると特需の完全終了までもう時間がない。経済政策の方針転換が必要だね。通産省に掛け合って、軍事産業以外の輸出産業の保護育成を進めて、輸出を伸ばして外貨獲得を狙っていこう。マリサはウィークス商務長官にコンタクトを取って、アメリカに日本製品を輸入してもらう橋渡しをしてほしい。お土産はどうする？買ってください。わかりましたと。話ができるわけがないだろう。アメリカへの輸出で得た資金を、再軍備の資金として流用する形にすれば、アイゼンハワー政権ならいい顔をするはずだよ。さらに、受け入れ体制の土台作りとして、業務の方に、反左翼と再軍備の2本立てで世論工作を行ってもらうよ。再軍備は茂光首相の目指している帝国軍人の復権にも、大きな後押しになるからね。半島情勢の変化により、特需に依存していた日本経済は、徐々に不景気風が吹き始める。この状況を打開するために、日本が取った政策は輸出を伸ばし、外貨を獲得するというものであった。後に世界を席巻することとなる。
メイドインジャパン製品の先駆けは、雑貨類を中心としたものであった。現代の感覚では考えられないことであるが、造花や水鉄砲なども輸出されていた。これらの雑貨類は家庭での内職で、作成されるものなども多く、実に総輸出額の1割を占めるという、決して無視できない数字であった。一方、日本製品を諸外国に知ってもらうため、国際見本市が始まる。現在の展示会の先駆けである、当時の見本市を伝えるエピソードの一つとして、日傘製造業者が竹に布を貼るのりを開発したところ、国内からたくさんの引き合いがあり当時の金額で、1億を超える制約を達成するなどの成功例もあった。しかしながら、この頃の日本の工作機械は、ドイツ製のものと比べるとまだまだ程度が低く、当時はいかに外国製品を真似るかということに、着眼点が置かれていた。各企業は優秀な外国製品に対抗しようと、試行錯誤を重ね、日本産の折りたたみ自転車なども、その一つである。この輸出政策の主要な相手はアメリカであった。戦前の日本の主要得意先であった中国は、社会主義国化したことにより貿易が困難になった。そのためアメリカでは日本製品の見本市が、たびたび開催され、アメリカへの輸入が促される。アメリカのこの政策は日本の経済的自立を促し、アジアにおける防強の砦とする、政権の思惑によるものであった。当時の日本製品は粗悪であり、アメリカで相手にされていなかったのも現実である。そんな中で人気を博したのは、自動車のおもちゃであった。各玩具メーカーはアメ車のカタログをもとに、次々と新商品を開発していった。失礼します。通商政策と半島情勢の報告に参りました。よく来てくれた。よろしく頼む。まず通商政策ですが、アメリカの助力もあり堅調に推移しております。スターリン暴落の影響は皆無、というわけにはいきませんが、最小限のダメージで抑えることができそうです。これならば、朝鮮戦争が終結し特需景気が終わっても、大規模な不景気到来は回避することが可能です。よくやってくれた。半島の情勢はどうかね？はい、戦争の当事国である韓国は北進統一論を掲げ、北朝鮮は石化統一を掲げ双方休戦の意思はないようですが、当初、戦争継続方針であった中国は戦線の膠着から休戦に傾きつつあり、ソ連はフルシチョフ政権への移行に伴い一気に休戦へ舵を切っています。当事国の思惑とは異なりますが完全に外堀は埋まっております。休戦が現実的になってまいりましたので、特需後の景気対策についてですが、先ほど申し上げましたように、現在の輸出政策でもカバーはできる想定ですが、年には年を入れて二の矢を考えております。聞かせてくれるかな？はい。現在アメリカは友好国に積極的な経済援助を行っております。アメリカは我が国の余剰農産物を大量に購入する意思があり、その売却代金で軍備拡張を希望しております。また、朝鮮戦争休戦により発生する余剰兵器についても、我が国に供与する意思があるとのことです。この提案に乗り再軍備の機運を国内に高め、落ち込みつつある軍需関連産業の立て直しを図り、先般より行っております輸出促進政策との2本柱で、経済の下支えを行ってまいります。ダレス国務長官は保安隊35万人構想を掲げており、アメリカと軍事面での合意形成を図ることが可能になります。そのことが結果として対等な関係、自主独立への、試金石になると同時に、この規模感の組織になりますと、現在の保安隊の体制では運営が難しくなってまいりますので、一段上の組織に格上げする必要が出てまいります。さすがに日本軍と名乗ることは難しいかとは思いますが、想定している一段上の組織であるならば、旧帝国軍人の戻るべき場所が確保できるのではないかと。わかった。その方向で進めてくれ。旧軍人への接触もよろしく頼む。かしこまりました。それでは失礼いたします。3年にわたり続いた朝鮮戦争は、休戦協定が結ばれ停戦合意に至る。しかし、平和条約は結ばれず現在に至るまで、停戦状態は継続するのであった。北朝鮮、韓国が停戦。あくまで停戦なので、いつ火種が再び燃え盛るかわからない。次は我が国に直接火の粉が飛んでくる可能性もある。それまでに軍備再編を完了させなくてはならんな。朝鮮戦争停戦協定の締結後、日本はアメリカと、相互防衛援助協定を締結。この協定により日米双方の、軍事支援を定めることになる。具体的には米軍の日本国内駐留認可と、日本の自国防衛責任の義務化である。服部大佐、小玉先生、ご無沙汰しております。ご無沙汰しています。海進党政権も安定基盤に乗せ、計画は粛々と進んでいるようで何よりです。その働きぶりには我々も感服しているところですよ。ありがとうございます。本日は先日締結された、相互防衛援助協定についてのご報告に参りました。本協定にて我が国の自国防衛義務が明示され、さらに、防衛目的の再軍備が容認されました。
アメリカの要求する内容は現在の保安隊の規模よりはるかに大きく、これを達成するには現在の保安隊を一段格上げする必要があります。名称の問題などはありますが、実質的には軍隊という形と捉えていただいて差し支えございません。現在の保安隊上層部は内務省出身官僚が多く、彼らの地位確保、相互援助組織になり下がっています。そこで、今回の協定を盾に、アメリカの要求を弾丸に変え、一気に組織再編を行います。再編の際は旧帝国軍人を中心とした組織に変革し、その筆頭格として服部大佐に参画していただきたい所存です。大佐、いかがですか？まずは、礼を言わねばならんな。その申し出、謹んで受けさせていただく。約束を、果たしてくれたな。いいえ、まだ約束は半分しか達成できていません。そこで、小玉先生にご助力いただきたいことがございます。この負傷小玉にできることでしたら何なりと。ありがとうございます。現在政界では政権与党の改新党、吉田前首相率いる自由党、そして、自由党を離脱された鳩山先生の一派が、保守三派として並列しております。三派というものの実質我々と鳩山先生の一派は志が近く、二対一の構図といって差し支えありません。ですが、この位置がやはり手強く切り崩し工作が必要な情勢です。つきましては、自由党の中間派で我々に近い、大野万木先生、岸信介先生にお口添えいただけないでしょうか。わかりました。動きましょう。岸先生はともかく大野先生は、人情話や何は武士に弱い、三木武吉先生にも、人肌脱いでいただくとします。三木先生はその手の話がお得意ですからな。ところで、この話は辻にはもうしているのか？はい、お話はしておりますが、議員にもなったことだし軍への参加は見送らせてもらうとのことでした。特段、新組織への参画をお願いしたつもりはないのですが。いかにもあの男らしい話だな。横にいてくれたらとは思うが、辻は辻で死に場所を見つけたのであろう。あの屈辱の敗戦から9年。我々は、この日を待ち望んでいた。行軍はここに復活する。次回、自衛隊設立。ご視聴ありがとうございました。